風の竜と恋人未満の戦士たち。あれ、語り手変わってる？さあ、竜都視点での幻惑の森ですね。ティリス編が終わったんで、竜都視点でプレイすることになるんで、プレイヤブルキャラが竜都になります。で、ひっくり返すのは、ってことは、ティリスがサポーターということになりますね。さあ、帰って来られなくなるから。怖いな、この演出。相変わらず。さあ。ということで、皆さん、準備はよろしいですか？私は大丈夫です。商業体育パザクにて。さあ。来ますよ。あ？え？どの、バカーン！あれ？こんなアニメーションあったっけ？びっくりした！え？そんなアニメーションあったっけ？びっくりした！で、そんな冷たい言い方しなくてもいいでしょ？ティリスがこっち。そう、竜都視点だから、ティリスがこうなるんだ。で、うるさいな。俺はもともとこうなんだ。竜都は、竜都が右下に来るんだ。不満があるなら帰れ。じゃあ帰る。さよなら。ああ、勝手にしろ。たく、あいつは。さあ、こっからね、全然変わってくるからね、リュウトの視点だから。めっちゃ考えてんじゃん。めっちゃ考えてんじゃん。いや、もうめっちゃ考えてんじゃねえか、お前。静かだな。あいつがいないと。いや、想像しいやつがいなくなって、せいせいする。いや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 。ティリスとの出会いは、数ヶ月前。彼女の住む町が、魔族に襲われた。それを助けたら、なぜか俺の旅についてきた。竜都。あ！お前、なんでここに？回想シーンも。あなたのことが、気になって。回想シーンもフルボイスだ。リカバス。傷の手当てはいらんと言ったはずだ。人の行為は素直に受け取るものよ。はい、おしまい。要はそれだけか。私ね、決めたの。あなたの旅についていく。な。とりあえず、冒険者になって武者修行しようと思って。よろしくね。よろしくね。なんだ、正気か。正気か。俺は魔族だぞ。それがどうしたの？ええ？ああ旅は一人より二人の方がきっと楽しいよ。ずっと一人だった。一人で平気だった。ティリスに会うまでは。やっぱりめっちゃ考えてんじゃんか。全然本心じゃないじゃん。さすがにこんな森ではぐれたままはまずいか。ひねい、ティリス、どこだ、どこに。まさか竜都。あ、竜都。ティリス、ティリス、どうした、どうした。しゃがみ込んで。近い。怖かった。お、おい、こんなところであまりしがみつくな。嫌だよ。だって、あー、残念。そうはいかないのよ。竜都、何をするの？そううまくいかないんですよ。僕は知ってます。なんでこうなったか。下手な芝居はよせ、エンチャント。ぐっ、なぜ、わかった。小さい。小さい。はぁ、あいつの胸は、もう少し大きい。あいつの胸はもう少し大きい。
ゲビか。むっつりすぎるか。放っておけ。この森に迷い込んだ者はエンチャントに惑わされて帰ってこない。なるほど、こういう仕掛けか。ギルドから討伐要請が出ている。覚悟しろ。抜かせ。さあ、こっちは兄だね。エンチャント2。腹渡くらってぶち殺してやるわ。さあ来た、エンチャント。時間が惜しい。本気で行く。おお、右目が金色。リュートのはね、ティースと違うのはね、いろいろと変わってくるんですけど、まあ、MP をね、うまいこと温存しておかないと、えらい目に遭いますね。大変なやつだ。魔族が人間の女と、年頃になるとは。おしゃべりに付き合う気はない。被害報告から推察して、エンチャントは一体だけではない。急いで倒さなければ。テリスが危ない。さあ、というわけで剣攻撃200前後のダメージを与えるということで結構強いんですよね。リュートは剣攻撃はテリスより強いと。で、風魔法がよいしょ、ウィンドエッジ500前後。まあこれはテリスと同じだね。で、大きく違うのはテリスは回避だったんだけど、リュートは防御なんですよね。で、連続使用に注意ということで、あの3回連続は使えない。2回だったかな確か。で、奥義があると。烈風魔刀剣。踊りの体力が低いところで威力が高まる必殺の魔剣。でね、強風でも使用かということで。烈風魔刀剣。この MP5 の烈風魔刀剣を後々ちゃんと使わないといけない場面があるんで、ティース以上に MP の管理が大事になってきます。じゃあ行きましょう。203。武器を使うとは、人間の真似事をしてどうするつもりだ。いやー、エンチャントの声もちゃんと案外、貴様も俺たちと同じ穴のムジナだったりしてな。お前たちと一緒にするな。お前たちと一緒にするな。87か。まあ健康儀で。あ、そういうのあんの？吸血攻撃か。貴様の血は人間の味もする。根血か。なるほど。片目だけが金色なのはそのせいか。かわいそうに。魔族と人間の両方から疎まれる存在とはな。いやでもすごいな、やっぱり相変わらずティリス編の時も言ったけどさ、あのエンチャントの声すごいな。この受け入れてくれたかけがえのないものといったところ、このアクセントすごいよな。アクセントつけがすごい。いいね、そういうものが無残に殺された。いや、アクセントすげえなぁ。最高のスパイス、最高のスパイスって、こういうさ、声の演技ができんのすげえわ。見た目通り、中身も悪趣味なやつだ。人に化けて騙す能力から推察はしていたが、想像以上に知能が高い魔物だ。攻撃一つ一つの威力は大したことはないが、油断はできない。で、よいしょ。剣攻撃で。あ、何？毒？毒なんてあったっけ？動けなくなるほどの猛毒。え、毒なんてあったっけ？さすがに魔族の体は頑丈だな。だが、あれ？こんなんあったっけ？毒なんて。やべえ、記憶が喪失してんのか、それともアップデートしたのか、どっちだ？こちらはあまり時間がないというのに。地味に厄介なやつだ。28。一回防御してみようか。ね、防御すると140、まあ130、140回復して、あ、大振りな、大げさな身振りで力をため始めた。
他にも大技が来そうな前振りだが、先が感じられないな。もし風魔法だよ。ここはちょっとかけてみます。風を。この風は貴様、風使うか。なかなか急。あれ大丈夫、止めれてる、これ。間違った。風使いであれば、あの方には到底かなわないぜ。あの方。まあ貴様はあの方と対峙することもない。ここで死ぬのだからな。攻撃食らったくせに減らないくしだ。ああよかったよかった、クワシリ激しいした、よかった。あっとったか。やばい、ハッタリだったか。芝居が下手なやつだ。明らかに大技を出す素振りをして、あえて防御するのを誘っている感じだった。よかった、あっとったあっとった。だったか知らんが、小賢しい真似をするやつだ。5ターン目で、5ターン目でこういうっていうか、これ確かなんかさ、時間あんまりかけすぎるとダメなんだっけ。間抜けそうな女だったからな。貴様のようにうまく嘘を見抜けるかな。あいつをただの女と思うな、テリス。俺が行くまで惑わされるなよ。いや毒嫌だな。あ、猛毒消えるんだ。ちゃんとちゃんと猛毒も消えるんだ。また毒食らったよ。やだな。風を。なぜ。なぜ防御しない。こんなことも言うんだ。悔しさに激しいした。闇文字が不発に終わった。何かを支援している。ほう。はい。どうした、本気を出してその程度か。骨溶かしたうぞむぞの冒険者と変わらんな。早く俺を倒さないと。愛しい女の断末魔を。何ターンなんだっけこれ。これ初回プレイの時はなんとなくで勝てたけど、何ターンか制限あんのかな。魔物のくせにおしゃべりだな。安い挑発だが、グズグズしていられない。グズグズはしていられないけど、何ターンだろう。20ターン制限とかやったっけ。そんな短かったっけ。見えない障壁を作り出した。今何かしたか。変わった様子はないが、目に見えない何かがある気がする。どっちだ、風魔法か防御か。剣攻撃は多分通じない。そうすると一回何、見えない障壁が壊れた。合ってんのかこれで。運のいいやつ。目の前で何かが弾けた感覚。やはり見えない障壁を張っていたのか。攻撃を仕掛けたら弾かれたか。最悪跳ね返されていたかもな。ああ、なるほどね。風魔法も跳ね返されたら痛いね。あ、力をため始めた。じゃあ風魔法で。よし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 。で剣攻撃して、あー嫌だねそれ。そろそろお遊びはしまいだ。本気で殴り殺すとしよう。やってみろ。今わずかに奴の体が肥大したような。肉体を強化したのか。魔刀剣で一気に攻撃をさせれば。魔刀剣ね、4もいるんだよ。あとやっと4段かかるよ。あと4ターンかかるんですよ。見える衝撃を作り出した。弟は俺以上えげつない殺し方が好きなやつなんだ。生きたままゆっくり皮を吐いて。うん、そうだね。うわ、キモとか言ってたからな。ティースも女の苦悶の表情。まあ俺はうわすごって言ったけどな。目に浮かぶようだぜ。
いい加減口を塞げ。まずいな、思ったより時間がかかっている。ティース、でも見えない障壁作り出したからさ、防御しかないんだよな。見えない障壁が壊れた。何これ、不気味な障壁が垂れる。なんだ、異様な障壁は。嫌な予感がする。次の行動は警戒した方が良さそうだ。どっちだ、どっちだ。え、ちょっと待って、それはどっちだ。もう覚えてねえぞ、俺覚えてねえぞ。4年前の俺、おい4年前の俺どうしてたこれ。でもしかも時間もないんだろ。どっちだ、防御か風の方か。防御かな。死ね、危ない。うまく防いだな。防御で3分の1か。お前が分かりやすいだけだ。防御していなければ危なかったかもな。俺たちはいつも餌は仲良く山分けするんだよ。あの女いい体してたな。居向いたらどんな声で泣くんだろうな。いや、でも待とうけはいける。おかしながら臓物を食らうのも悪くない。ゲスが、そんなことはさせん。一刻も早く決着をつけなくては。よし、奥義で行きましょう。烈風魔刀剣、己の体力が低いほど時ほど生きる方が必殺の魔剣。行くぞ、かける烈風魔刀剣。終わったな、終わったな。よし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 、すんごい断末魔やな。すごいな、その断末魔俺には真似できねえわ。うわーなんて、とどめだ。待って、リュウト。あお願いやめて、恋人を殺せるの。お願いやめて、恋人。芝居は寄せと言ったはずだ。あいつはもっと。そもそも恋人じゃないから。さあ、だが、あの、女。え、間に合ってないかな？今、グアロテス。間に合ってないかな？この森から入ってる時に感じた時に、エンちゃんだけじゃない。一応セーブします。そう、おそらくは誰だ。誰だ。いた、走っていたら間に合わん。カズヨ、俺に力を。間に合ったみたいな、一応。何？なるほど、お前がエンちゃんと操ったか。黒幕か。リュウト、貴様何者だ。通りすがりの自由戦士だ。ただし俺も魔族だから。さあ、なんだと。フェニックス、刀が金色。そうか、貴様が石岩の自由戦士。噂に聞いたこと。来たな、フェニックス。この身に魔族の。いやー、まあ、リュウトの方がいけるとは思うんだけどな。人間を守る半魔族の男。守っているつもりはない。下船な。今までどれほどの同胞が貴様に葬られたか。気に入らない奴に魔族が多いだけだ。俺は人間の味方でも正義のヒーローでもない。まあ一応守りたいものは、あ、たった一人だ。だが魔族にとって貴様が。リュウト視点だからそういうことも言うんだ。貴
出た、八魔界。さぞや魔王様がお喜びになるだろう。八魔界に昇格も夢ではない。な、ほう、やってみろ。我が名は炎使いフェニックス。さあ、フェニックスだ。炎を解くと魂に刻むがいい。こいつだ、強いぞ。貴様を葬る男の名をな。さあ、ということでサポーターがテイストになります。はい、逆ですね。ただ烈風魔刀剣を打たなくてはいけません。先に言いますが、強風が吹き始める。そうでなく、切る風は相性が悪い。厄介な戦いになりそうだ。竜と私も一緒に戦うよ。で、竜とに大変なところは、ティリスをかばい続けながら烈風魔刀剣を打たないといけないっていうことですよね。確かにそう考えると難しい。やつは上級魔族だ。無茶はするなよ。うん。危険にさらしたくはないよ。この状況ではティリスのサポートは必要だ。さあ、とりあえず行こう。はっ、はっ、脆弱な人間が扱う武器なんぞに頼るとは、魔族の風上にも置けるな、貴様。くだらん、くだらん。フェニックス、その表情好きだな。お前、リュートは風使いだから常に風上にいるのにね。そういうことじゃ、そういうことじゃない。やん、我に力を。出た。この結界は外界。これはね、風魔法で吹っ飛ばさないといけないんだよね、この時には。貴様らはもう我の炎から決して逃れられん。ここで人知れず炙られて死ぬがいい。あっつ、この中にいるだけで体力削られるんじゃ。ロザリオも反応がないし。ティリスはロザリオが反応がないだけで済むんですけど、これリュートは食らっちゃうんですよね。この結界の中では奴の力を増幅し、俺たちの力を制限するみたいだな。どうしよう。外界のあらゆるものを遮断か。好都合だ。リュート？強風が遮断されて風が使える。奴への攻撃と同時に炎を吹き飛ばしてやる。で、だから風魔法も必要なんですよ。俺の力見せてやる。そして後悔させてやる。リュート20のダメージ。そう、リュートは食らうんだよね。リュートは食らっちゃうんだよね。80か。よし、まあとりあえずこれで風魔法が打てるね。我の炎を上回る風で破っただと。バカな。炎と風ならば炎の方が有利なはず。プライドが傷ついたか。いや、好きだなそれ。そのポーズも好きだな。枯渇も早いはず。うん、枯渇早い。貴様が披露した時を見計らって何度でも結界を張ってやる。あれだけの結界を何度でも張れる魔力があるのか。そうなんだよな。もしもの時の温存したいよ、そりゃ。だけど、ティリス、もしリュートの魔力が足りない時に貼られても、いや、それはよ、頑張って耐えるから。君に攻撃いかないからね。無理するなよ。神官戦士は人を癒せても己の治癒はできる。ティリスを傷つけさせるわけにはいかない。イエス。問題は、灰になれ。どうした。よし、とりあえず防御しておこう。もし我の魔力を目の前にしておじけづいたか。いちいちうるさいやつだ。なんだ。売り言葉に買い言葉じゃねえかよ。エンちゃんともおしゃべりなやつだったな。飼い主に似た。
あーまあこれはいいわ、全然全然いいわ。なんだこの威圧感は。リュウト、どうしたの。いや、なんでもない。精神攻撃か。まあまあまあ、魔刀剣は最終的に使うんで、魔刀剣は今使わなくてもいいんで、 MP をね、あのとにかく温存しないといけないんで。強い。防御。ティースにちょっとずつ。で、温存して MP を。灰に塗れ。とりあえずね、これはね、長引かせてもいいんで、どんだけ長引かせてもいいんで、MP をちゃんと温存して、ちゃんと烈風魔刀剣を撃てるところで撃たないと、詰みます。それだけです。どうした？なぜ一向に風を使わない？魔力をただ温存するだけで。いや、温存しないとダメなんだよ。強風時に使えないことを悟られるのはまずい。俺は力をひけらかすのは好きじゃない。しかしと男、我はそういう男がこの世で一番大嫌いだ。勝手にしろ。私は大好きだから。私は大好きだから。勝手にしろ。勝手にしろ。我に従え。何これ、なんだっけ。人玉。例の類ではないだろうが、攻撃的な意志は持ってそうだ。やだ、お化け嫌い。やだ、お化け嫌い。そういえば新感触のくせにそういうもの苦手なんだろうな。鉄拳攻撃を。確か追加攻撃が来るんだっけ。ハイキックを見ました。追尾の炎痛いなぁ。追尾の炎は痛いなぁ。ティリスにちょっと頑張ってもらうしかないね。で、追尾の炎があるんで一つずつ消えてくるんですよね、追尾の炎は。でもだからティリスに若干任せてもらうこと。あ、来た。スイミーの方の効果が消えた。まずいな、ディリス。気をつけろ。でかい攻撃が来る。HP は639ある。分かってる。いかに逃げ足が速くても避けられると思うなよ。さあ、ここですよ。すべて焼き尽くしてやれ。これは溜めている魔力がでかすぎる。ディリスでは。回避もこらえるのも無理だ。で、カバーしかないんですよ、これは。愛しいものを敵の攻撃は見予定してカバー。カニダメージを追う。いけ。燃え盛れ。チーズ。うわ、いたー。317か。ほほ、小娘をかばって全部受け止めたか。さすがにきついな、竜都視点、そういうところは。ティリス、大丈夫か。ごめんなさい。泣くのは後だ。気を抜くな。貴様ら爆発しろ。貴様ら爆発しろじゃないんだわ。やっぱり、なんであいつ怒ってんの。さあ、ティリスを狙うとは、ただでは済まさん。いてよ。ああ、これはラッキーだね。炎の壁ができた。ラッキーだね。回復チャンスだね。炎の防御壁か。我に攻撃できるものならやってみるがいい。挑発に乗るなよ、ティリス。嫌な予感がする。うん、わかった。で、防御連打ですね。剣を構えて前のめりになっている。どうした、見ているだけでは我は倒せぬぞ。かかってくるがいい。いつまでもこのままじゃ拉致が開かないよ。
乗るな、ティリス。挑発だ。我に力を。あー、しかもそれをする、それもしてくる。まあまあ防御だわな、防御だわな。回復力が低下するんだよね、炎の結界で。そうなんだよな、今みんな取り掛かりそうにしている。で、これももう防御するしかなくて、ただ防御ができないんだよね、集中力が切れている。動きたくてうずうずしている。でもまあまあまあ、このターンにね、暴発した炎の壁に焼かれるんで、結局間抜けなんで結局間抜けなところがあるから。私たち何もしてないんだけど。なるほど、こちらが仕掛けなければ暴発して術者に送るか。なんか間抜けだね。くっしゃー、前来た、不死鳥の炎だ。来た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 。我が切り札、不死鳥の炎だ。いや、不死鳥の炎を使うのちょっと早いよ君。 MP まだ1よこっち烈風魔刀剣を決めないといけないんだから、こっちは空気読めよ、風だけに。ティス回復してくんない？ティス回復してくんない？ちょっとティス、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 回復してくんない？これ。これ変わったら死ぬのよ。ティス回復してくんないの？ティスお前、俺がやった時回復してたの。おい。ティス回復してくれよ。なんでティス回復してくれないんだよ。これ変わったら死ぬじゃん。大丈夫かな、一発耐えてくんないかな。それかワンチャンここで倒すか。リカバース、あ、リカバースした、はい、今した、はい、遅い、一旦遅い、助かった、ごめんね、私をかばって、遅い、一旦遅い。お前さえ無事なら、それで燃え盛れ。え？ティースが急に飛び出した？ニュートはダメージを受けない。よもや、小娘の方がかばうとは。人間には即死レベルだと思った。運がいい。ティース、大丈夫か？こんなご、こんなイベントあるんだ。丈夫。補助マンホーで防御したから。なぜ俺の前に出てきた？してないって分かったとき、せめて竜と守らなきゃって。バカ、俺はどうにでもなる。自分の傷は治せないくせに。アザリオで回復するから大丈夫。竜とは戦って、俺の後ろで休んでいろ。このイベントは見たことないね。すぐ戻る。多分2発目は受からないね。体力の限界で動けない。大丈夫大丈夫。よし、倒した、やった。いや、やってない。我は不死身なり。そんな、確かに倒したのに。さあ、こっからだ。まさか、本当に不死身なの？いや、不死鳥の炎、そういうことか。リュウト、不死鳥の炎を使ってからずっと奴を守っていた魔力が消失している。それってどういうこと？奴は間違いなく一度死んだんだ。さあ、ここからですよ。烈風魔刀剣を、のね、HP がやばいな。まさか死んで復活するまで
516になって、さあ歌い始めた。なんださあ、ティリスをこっから可愛い続けなきゃいけません。516でいけるか。何を企んでいるのか知らんが、少々耳障りだな。誰か仕掛けてくる。はあ、マジか。でかいのが来るな。二人まとめて焼き尽くしてやる。絶対に守る。まあここはかばうしかないね。516ありゃ大丈夫。燃え盛れ。ティズ320。やはり小娘をかばうか。集中しろ。ディス集中しろ。そうだ、それでいい。男が傷ついてもなお歌い続けると何か企んでいるようだな。だが、いやー196なんだけどな。耐えられるか試してやろう。防御しかないね。防御しかないっす。灰に塗れ。防御しかない。来たー。終わりだ。なんだ、急に体が重く。歌が発動した。前不死鳥よ。歌に封じられて発動しない。不死鳥の炎が。ゲート。テリスの歌の効果が続いている間、数秒で決着をつける。決着をつける。さあ、剣攻撃で MP 回復して、奥義烈風魔刀剣いけ。よっしゃー、よかった、いけたいけた。40一旦かかってる。よかったよかった。でもよかったよかった。ちょっとやばいと思ったけどな。脆弱な人間の武器に頼らないお前には思いつかない技だ。こんなことが、我は不死身なり、我は。決まった、烈風魔刀剣。自然界の風を操れない俺が強風時でも使える大魔族用の技。あ、ティリスがいなければ生まれなかった技だ。いずれは旅暮らしから遠ざけるために冷たくあしらっているが、なんだかんだお前に助けられているな。それ言葉で口で言いなよ、その言葉ちゃんと。ティリス、ユウト、ありがとう。ありがとう。口で言えって。フェニックスを倒した、やったね。討伐完了だな。リュウト、大丈夫？ああ、お前は？よかった、エンチャントにさ、時間制限ある、あったらさ、どうしようかと思ってた。リュウトがずっと、守ってくれたから。大丈夫だったよ。一回テニス飛び出したけどね。一回テニス飛び出してしまったけどね、思いっきり。そうか。それは初イベントだったわ。あの魔族、どうして、魔物を操って、人間を襲ってたんだろうね。うん、魔族と人間は敵対している。それ以上の理由がいるか。それはそうだけど、
魔族はとはいえども外見は人間と変わらない。その命を奪うことに思うところがあるのだろう。彼女も父親は魔族に殺されているにもかかわらず、神官ゆえか、彼女の性格ゆえか。しかし、いちいち個人の事情や感情をおもんばかっていては身が持たなくなる。まあ、こういうやつだから俺についてきたんだろうか。人間にとっては悪だったかもしれないけど、あの魔族にとっては人間が悪だったのかもね。人間は自分たちの身を守るために俺たちを雇った。俺たちは己の身を守るために奴を殺した。それだけだ。生きるための行動に正義も悪もない。彼女はその優しい心をいくら痛めても、魔族と人間が争う世界はそう簡単に変わらない。変わらないが。お前、よくエンチャントに惑わされなかったな。ティニスはね、頑張ったね。リュウとは一緒に帰ろうなんて言わないもんって言ってたもんね。そりゃあね。あんな優しいこと言ってくれないもん。ぶっきらぼうな口調じゃないと。悪かったな。ぶっきらぼうじゃないとダメなんだよ。だけど、ちっとも心に響かなかったっていうか。はあ。俺の姿で何を言ったのか。いやいやいや、結構まともなこと言ってたよ。ゆうとこそ。ははは。どうやって見抜いたの？小さい。さあな。さあな。胸の大きさで判断したと言ったら殴られそうだ。胸小さい。そうそう、そのぶっきらぼうな態度、本物のリュートだなって。それは笑うところなのか。それは笑うところなのか。もう行くぞディリス。ちょっとこのエンシュタインのね、前から。リュウト、大好き。ああ、はいはい。物好きな女だ。物好きな女だ。ずっと一人だった。一人で平気だった。ティリスに会うまでは。誰かのぬくもりなど、一人の俺には必要ないと、どうの昔に忘れていたのに。世界は、そう簡単に変わらないけれど、俺の世界は確実に変えてくれた。そんな君にいつか素直になれる日が来るのだろうか。ここを喋るやったんだ。魔族と人間が争う暗黒の世界で、孤独な半魔族の青年と空色の乙女の旅は続く。いつの日か。二人の絆が世界を変える。その時まで。いい話だな、何度見てもこれ。これ何度見てもいい話だな。トゥルーエンド、理由としても終わったね。さあ、こちらです。キャストです。なんとフルボイスだったね。キャストが全部来ます。へえ、お兄さん強いね。トマト、リュートグレイ、自由戦士だ。音楽戦闘システム、スキスさんじゃねえか。アニメーションエフェクト素材とかはね、まあ、あれなのか。うん。効果音素材。うん。いやー、何度見てもいいエンディング曲、いつの日か、作曲曲、月下さんじゃねえか。デバッグ協力、自分の人たちじゃないか。これ、ライブメーカー、そう、制作2、ライブメーカーです。びっくりですよね。制作するライブメーカーなんですよ。すごいですよね。Thank you for playing! ありがとうございました。イエーイ。まだ続くけどね。おー、いいね、この一枚絵。
いい一枚絵だ。フィン。一旦フィンって感じですね。全クリア、ルートクリアおめでとうございます。追加シナリオとおまけが解放されました。さらなる旅路で、ね、さらなる旅路でね、とあるシナリオがあるんで、それもやっていきたいと思います。風の竜と、あ、恋人未満の戦士たち。二人で言うようになったー、すごーい